ではハイライトでゲームを振り返っていきましょう。先発は湯気、4月10日以来今シーズン3先発目、その立ち上がりから見ていきましょう。キャリア6勝中3勝が対ファイターズ戦、相性がいいというファイターズ戦、その立ち上がり1、2番を打ち取ります。そして野村、ファーストファウルフライ、1回は三者凡退という投球を見せます。一方の金子、こちらも今シーズン初勝利がかかります。6月以来の登板、今日もいきなり山崎剛長打を放ちました。その後チャンス拡大、3番の浅村、右方向、今日も先制の犠牲フライ、イーグルスが1点を先行します。この3連戦は全て先制点を取ったイーグルスの戦い。そして3回です。 1,2 回はパーフェクト、初ヒット打たれてランナーセカンド、松本、このボール詰まりながらライトへ同点のタイムリーヒット、ファイターズが同点に追いつきます。セカンドはタッチアウトでした。中盤に入って4回です。島内出て、そして茂木栄五郎、このボールを捉えます。金子のまっすぐ系統、センターオーバー、勝ち越しのツーランホームラン、3対1第14号。でこの後のリアクションも非常に大きかった茂木、その後もチャンス作って満塁から2番の岡島、変化球を捉えてセンターオーバー、走者一掃、タイムリーツーベース、3人が一気に帰ってきました。この回一気に5点、ビッグイニングを作りました。さらに5回です。勝ち投手の権利がかかるという援護点をもらいましたが、湯気、最後は三振、ひとまず勝ち投手の権利を得て、結局今日は5回で降板しました。そして継投に入ったファイターズ、久しぶりのヒットがホームランになりました。島内第19号、7対1。さらに満塁から太田、ここへ三振の後センターへ犠牲フライ、西村からもう1点追加、5点2点という攻撃を見せました。4回5回、そして5回終了時点は浅村1500試合出場。後半に入って6回です。継投に入ってまずは森原、2試合ぶりの登板、ランナーを置いた近藤、今日の初ヒットがタイムリーヒット、松本が一塁から一気にホームに帰ってきました。これで8対2、6点差に変わります。ただその後はロドリゲス、今日スタメン三振。終盤の7回、こちらも2試合ぶりの登板の福井、今日はボールに力がありました。浅田から三振を取って無失点の投球を見せます。間違いです。西口が上がってピンチを迎えました。三塁二塁、3番の野村、このボールレフトに運びます。野村の2点タイムリー、2者生還、2点返してこれで点差が4点に縮まります。ただ最後は佐藤、スイングアウトの三振、ファイターズが8回2点を返しました。そして9回です。4点差になってソンチャーホー、ランナー二塁一塁から代打の高浜、センターへのタイムリーヒット、これで8対5、3点差。ただ最後は野村三振で試合終了、8対5、イーグルスがファイターズを下します。これでこの3連戦はイーグルス2勝1敗としています。